今日もよろしくお願いします。はい、こんにちは<あ>お願いしますなんかこうね、2人でこうズームでやろうとしてたら、なんかびっくりするようなニュースが入ってきたよね。とんでもないニュースですよね、<ー>トランプさん<ー>夫妻で新型コロナ感染って。はい、ねえあの、側近があのコロナに陽性になってから、本人も調べてるっていうニュースは知ってたんだけど、はい 2>, 2人とも陽性なんだね。びっくりしました、さすがにびっくりしました。うん、これはね。うん 選挙運動と、ととりあえずはまあでしばらくはできなくなるんだろうけどねあだからあの、ちょっとね、速報のニュースですけれどもあの、このことでやはり行動も制限されるし、再選を目指すトランプ大統領としては、選挙戦に大きな影響があるだろう、うん、でもちろんね、あの軽く済めば、あのーうん、っていうことはあるでしょうけれども、うん、でもそれにしてもね、マスクをしてなかったとか書かれてましたよ。 やっぱりね、だってしてないもんね、うん、んで、ほら、あの大統領選挙って四年に一回だけど必ず十月にはびっくりするなオクトーバーサプライズがあるって話があるやん確かにこれですかこれじゃないかと思うんだよ <laughs>、ね、今回のオクトーバーサ,サプライズはそうだってまさにオクトーバーになった途端でしょ <laughs> 大統領選挙のこと知らない人のためにちょっと一言言っておくと大体4年に1回11月の投票なんだけど10月中に選挙戦の行方を左右するようなびっくりする話が大体起きるんでねこれをオクトーバーサプライズというんですなんて言ってたけど起きちゃったねいやびっくりしました、でも奥様もメラニアさんもかかってるっていう話なのでうん,うーんだからね あの例えば、これでトランプ大統領が軽くて済むと、ほら、俺はあのコロナにも負けないんだって強さをアピールするチャンスかもしれないし、はい、その一方で、ちゃんとマスクはしてなかったからこんなことになるんだって言って、マイナスになるのか、プラスマイナス、どっちだろうな。 どう,で,しょう、ね、でも、いずれにしても感染するんだっていうことは、うん、あのこれで分かったと思うんですよね。うん、あとはアメリカの国民がそれをどう判断するか。 っていいうとところでもあると思います、まあ、病気のことなのでね、うん、あの軽くて済めばそれに越したことはないということはあるんですけれども、うん、でもそれにしてもやっぱりこう脇が甘かった、うんね、っていうところは、まあ、日本人から見るとねあったんじゃないかなと思うんですよね。ねやっぱりマスクしなきゃダメだよよねねって話だよ、ねうん、だからその軽んじちゃいけないっていうこのウイルスをっていうところはあったと私は思いますね。 さらに言うと、つまり側近が感染して、夫婦も感染したわけでしょ、だから夫婦のそばにいる人たち、ほかにも何人もいるよね、はい、その人たちも多分これから検査するんだろうけど、そうですねホワイトハウスでクラスターなんてなったら、大変だよな今、私もそう思いました、そうなったらどうなるんだろうって、2回目のテレビ討論会もどうなるか分かんないしね、あそうですねリモートになるんですかね、分かりませんけど。本当に分かんないけどね えーうん、とにかくやっぱりね、きちっと本当ね、政策論争、この前もあんまり政策論争にならなかったけど、うん、きちっと政策論争して、うん、国民がちゃんと選択できるような、そういう選挙戦してほしいよな。うん、そうですね、このままなんとなくこれでうそういう討論会がきちっとできなくなって、なだれ込むように11月3日じゃ、えー、だよね。 まあ、でもそれがコロナの年の大統領選挙っていうことになるのかもしれません。けれどもね。確かにいや本当にそうだな。はい、はい。まあ、これはアメリカの話だったんだけど、はい、日本国内でも気になる話があるよね。はい、学術会議のメンバーのこと、うん、やっぱりこれは気になるニュースですね。どんなところが気になってんの？あの6人の方が任命されないっていう推薦です。だっけ？任命、うん、されないっていうことになった。た うん、今まではそういうことはなかったわけですよね、うん、で首相が任命しないとで、その理由をまだ明らかにしてないけれども、うんあの、加藤官房長官は、これについてもコメントするあのことはないっていうような会見をした、はあ、ということだったので、はいうん、危険じゃないかな、こういう言葉という心配がすごくあります。うん 学問の自由を脅かすんじゃないかっていうどうですか？あの日本学術会議って今回初めてその存在を知ったって人も結構いるんじゃないかと思うんだけどね。六本木にあの日本学術会議の事務局のあの建物があるんだけど、これ昭和24年だから1949年にできてんだよね。うん、これやっぱりそのあの戦争のやっぱり反省というのがあって。 日本はどうもそれまではあの科学技術とかそういうものをこうあの軽視してた、軽んじてたんじゃないかここは本当にあの専門家の科学者たちに集まってもらって日本がどんなあの研究を進めるべきかとか日本の行く末を科学技術の立場でいろいろ提言してもらおう。 あるいはこの内閣として専門家に諮問をする、どうですかと言ったら、その人たちが議論して、それについての答申をするという、そういう組織として作られたんでね、だからよくあの科学者の国会なんて言い方するよね、であの定員が210人なんだよねで、任期が6年で、あの参議院選挙と同じで3年ごとに半分ずつ変わるわけね。 だから今回人、人、うん、半分の105人が10月1日から新しくスタートしますよ、うん、というので,で、これまではそ,そもそも日本学術会議法って法律があって、はいで、日本学術会議として新しいメンバーを推薦すると、え総理大臣が任命するってなってるわけ。うん、だからその法律に基づいて、これまで、えー、学術会議として、えー、この人を後任にしたい、半分入れ替えるときにこの人にしたいです。 って言って各分野からこあの選んでそれを推薦すると自動的にその人たちが任命されてたんだよね。うん、そしたら今回、突然そのうちの6人だけが名簿になかったっていうこういう話だよね。あの6人名簿になかった分の6人はどうなったんですか他の人ってことになったんですかおおだから今の場合で言うと、ほあの0人を満たさないで6人欠員のままスタートだよね。う でその人たちがなぜあの任命されなかったってことは明らかになってないじゃないですか。そそう、その通りな、えー、なぜかからないわわらいけだ,よ、ね、だけど一人一人が、えー、自分はなんでならなかったんだろうかって考えたらあそうか、えー、集団的自衛権を認めるかどうかっていうときにこれは憲法違反だってそういえば言っていたとかあるいは秘密保護法というのはこれは危険なものだっていうことを発言していた。 多分それで外されたんじゃないかと6人の人たち理由を言われてないわけだからねそれぞれ一生懸命考えるとあどうも安倍内閣を批判したから入らなかったんじゃないかとみんな思ってるってことだよね。ふんこれもだからこここういう理由で外しましたって言えないんじゃないの 政府の言ってることに反対する人は入れませんなんてことになったら、本当に学問の自由は何だって話になるでしょう。はい、あの加藤官房長官、学問の自由はちゃんと守られるべきだということを言ってます。うん、これ、はい、建前としてはね。はい。もうつまりな六人を外したこと自体が、つまり日本学術会議という専門家の人たちが、えー、自分たちでこうね、えー、自立して いろんなことを運営していこうそれを尊重しましょうってなったはずなのにこいつは気に食わないからい入れないよっていうことになったらそれおかしいよねっていうことになるからだから理由を言わないんでしょう <laughs> ますますおかしいよねうん、だから理由を言わないっていうこと自体がおかしいですしあのもしそうだとしてもそう言わない ですよねあの、うん、例えば政府との考え方と違う人だったから入れなかったとは言わないと思うんですよねもしそうだとしても、うん、でもあのもし,、まあ、もしが重なって申し訳ないんですけどもしあの例えばですけれどもあの政府の考え方と違う人たちが入らないっていうことになったとしたらそれが何を意味するかとかこの先どういうことになるのかっていうことを全く考えられないのかなって。 そこが非常に危険だなと思ったんですよね。でもしじゃあその、えー、と戦後、まあ、いろいろなことに対する戦争の反省からこの会議ができたとするならばじゃあその戦争という歴史をどう考えるのかとかそういうことに関しては一つの考え方じゃなくていろんな考え方がそこに入ってこなければまた間違いを犯すということになる。 だか1つの考え方を通すために、その子に合わせるために、いろんな物事を進めた結果がどうなるかっていうことを学んでないっていうことになりますよね、うん、本当にそうだよね、だからこの日本学術会議って見ると、本当に文系の人も理系の人もいろんな人がいて、言ってみれば、日本の,、えー、の学術分野の縮図のような形になってるわけだよね。 実にいろんな考え方の人がいてこれが日本の学術の縮図だよだから当然その人たちによっていろんなことを提言してもらいたいしその中には当然あのその時々の政府のやりたいってことに反対する人はそれはいるだろうね、うん、でもそういうの異論を認めないなんてことになっちゃったらなんかさあの香港みたいになりつつあるんじゃないかって気がしてし,し,しょうがないんだけどな。 いや香港や中国と同じことをうちの国はしたいのかっていう、うん、そんな心配をしてしまいました。だよね、うん、こう中国や香港とは日本は違うんだぞ日本は本当に自由な国なんだぞっていうことを明らかにするためにもこういうところは異論を排除するってことを絶対やっちゃいけないよな。うん。だからその異論を排除するっていうことをしようとしているならばそれがいかに危険かということを。 もう学んでこなかったのかな、まあ、政治を行う人が歴史やあのそれから自分の国のあるべき姿っていうことを自分たちの考えだけで進めようっていうのは全然民意を反映してないってことになりますよね、うん、たとえ自分たちの考え方を進めたいとしても人のあのい反論や異論を聞く耳を持たないということが非常に危険だと思うんです、うん、本当にそうだよな なんかいやでそ,そもそもなんでこの6人を外したのかっていうのを説明しないってことは多分本当に言えないんだよね、これ、うん。だから説明しないっていうのは卑怯ですよね、うんうん、立場として。その通りだよね。当然、説明責任ってあるし、うんうん、言えないようなことはやっちゃいけないんだよね。<laughs> と思います。たとえあのどんな理由であろうと、うん、ちゃんと説明はすべきだと思いますし。うん じゃあその方たちを排除して本当にいい,のい,いと思ってるのか、例えばあの会長さんでしたっけ、はい、あの学術会議の、はいはい、あの方がそれを正して、でその6人を入れてほしいということを言うというようなことをまあ言ってますよね、はい、それに対してどう答え,た答えるのかっていう、その答え方にの結果としに。 結果が出たとじゃあその結果以下によってはやっぱりちょっとなと思うかもしれませんね私は。うんとにかくね今回新しい会長になったのは梶田さんねあのノーベル賞学者ですから本当に日本を代表するトップレベルの学者の人がトップになったわけだしねで政府に対して、えー、の理由を説明してほしいとあるいは6人を入れてほしいって言ってるわけだからなんか答えなきゃいけないよね。 なんか学問を軽んじているような印象を受けました、私は。うん、もうとにかくこうび,びっくりとしか言いようがない、えー、日本ってこんな国だったっけっていう、ちょっと本当にあのショックを受けてます。はい、うんはい、なんかもう、もうショックを受けてますって話で終わるしかないんですが、とりあえずは2人とも怒ってるということで、今日はここまでにしましょうか。はいわかりまししたた、はいはい、お疲れ様でした コロナ時代の経済危機。はい、そうですね。<laughs> はい、えー、これあのポプラ新書でこ、はい、あの発売なったばっかりでございます。えー、これで、えー、世界恐慌とかですね過去のさまざまな不況対策に人類がどう取り組んできたのかということを学べればなと思ってます。はい。